スタジアムの素晴らしさを肌で感じていただき、広島に在住の皆さん方が集うきっかけにしたいと思っております。県サッカー協会によるこのイベントは、スタジアム開業を記念し行われるもので、元サッカー選手などによるオープニングセレモニーでスタート。歩きながらボールと戯れるゲームや、 ファミリー対抗戦など幅広い年齢層で楽しめる内容が企画されています。当日はスタンドが無料開放され、ピッチの外では物産展や日本代表選手のお宝グッズの販売、スタジアム見学ツアーなども行われます。イベントへの参加やスタジアム見学ツアーは無料で、県サッカー協会は明日の正午からホームページで参加者の申し込みを受け付けます。 サッカースタジアムの開業日は来月1日で来月10日にはサンフレッチェ広島によるオープニングイベントやガンバ大阪とのプレシーズンマッチが行われます。